はい、どうも千葉です。今回はですね、イラストレーターでメールアイコンを作る方法についてメイキングでご紹介したいと思います。こちらの下絵ですけれども、 YouTube の概要欄ご覧いただくとリンクがあります。そちらにあるページからコピペでイラストレーターに配置してください。ではやってまいります。こういうシンプルなものとちょっと重ね合わせた線が入っているもので、 Gmail っぽいやつですね。ほぼ Gmail なんだけど、はい、ちょっとアレンジした感じでやってみたいと思います。まずは線画で作って、次はカラーを作ります。設定は線あり塗りなしです。でこれですね、長方形ツール M、 ショートカットで M を押します。レイヤーを選んでクリックして四角形を作ります。このように四角形を作り、さらにですね、シフトとオプションを押しながらこんな感じで四角形を作って、手をパッと離す。で R キーを押すと回転ツールに切り替わります。右斜め上のここら辺をですね、クリックして動かすと回転します。シフトキーを押すと45度角ですね、で回転するので、ここで手をパッと離します。でここのアンカーポイントをクリックし、シフトを押しながらここの中心に合わせて移動させます。で次にこの四角形を選んで A ダイレクト選択ツールにすると、四隅に小さな丸点が出てきます。どこでも良いんですけれども、これをクリックして動かすとこのように面取りができます。適切な角度にして手をパッと離します。ここは C ですね、選んで C ハサミツールにします。で交差するポイントにマウスを合わせてクリックします。交差、それで不要なパスはデリートで削除。これで完成です。さあ2つ目いきます。コピーします。この外側の四角形、丸みがかった四角形の中心ですね、ここを取りたいと思います。コマンド R でルーラーが現れます。このルーラークリックしたままマウスを動かして持ってくるとガイドが入ります。中心で手をパッと離します。この中心だとか交差とかアンカーとか、こういうのが出てくるのはいつも紹介している通り、スマートガイドとポイントにスナップをオンにしているからです。グリッドにスナップ、ピクセルにスナップはオフにして使っています。バウンティングボックス、まあ、あると便利っていう方は多いと思うんですけれども、私はいつも非表示で使っております。こちら今度縦の方向のガイドも入れたいと思います。左側のルーラーから中心に合わせてをパッと離す。はい、でこれで中心点が分かるので、R キーを押してこのパスを選んだ状態で R キーを押し、中心をワンクリック入れてシフトオプションも同時に押して手をパッと離す。これでコピーですね、回転コピーが同時にかかります。でまたハサミツールでパスの交差をクリックでパスをカットします。はい、でこれで不要なパスを削除。でこちら選んでダイレクト選択ツールに持ち替えます。するとここにまた小さい丸が現れるので、これをクリックしてドラッグです。はい、これでまた面取りできて丸くなりました。これで2つ目のアイコン完成しました。で次ですね、 Gmail 風の、メールアイコンです。 Gmail 風っていうか、まあ Gmail なんですけど、はい、これはどうやって作るのかということですね。ちょっとここの内側の線をまず消して、こちらからちょっとパスをいただいてきます。はい、でここの中心に持ってくれるとベストだな。こちら選んでまたダイレクト選択ツールにして、今度は逆方向に持っていって手をパッと離すと四角形に戻せます。この状態でこのパスを利用します。選んで拡大縮小ツールでここのアンカーポイントをクリックします。交差、そしてこちらのアンカーポイントをクリックし、マウスを動かしここのアンカーポイントと重ねます。そしてこちらの上にある R のかかっているものと置き換えちゃいます。シフトを押しながら両方選ぶと、選んでない方のパスの方が選択できます。デリートします。はい、でこれ線幅をちょっと太くしてみます。
4ぐらいかな。はい、これパスをアウトライン化します。オブジェクトパスアウトライン化、これでシフト X を押してください。すると塗りと線が入れ替わります。これで OK で、あと残りはここですね。 P でペンツールにして普通にペンツールを入れていきましょう。でクリックし、ここのガイドかアンカーをクリックし、 O を押してリフレクトツールに切り替えて、ここの中心になるアンカーをクリックして、左上あたりをクリックし、シフトを押してオプションを押して手をパッと離すと反対側に鏡面コピーできます。で、これ選んでですね、こちら線の丸型先端ラウンド結合を適用します。するとここの線が尖ってるのが丸みが出てきます。こちらを選んで R 回転を押し、アンカーをクリックします。アンカーをクリックした状態で、右の斜め上あたりでクリックしてシフトを押してオプションを押して手をパッと離す。これで OK です。ハサミツールでカットします。で不要なパスは選択肢デリートします。こんな感じかな。少しこのパスをですね、こちらのアンカーポイントに合わせて寄せてみます。でこのパスを選んで O、 リフレクトツールで中心のガイドを選んで、ここら辺をドラッグしてシフトオプションで手をパッと離す。はい、これで、一応トレースは完了です。これをベースに仕上げていきます。まずこの外側の線をクリップボードにコピーします。コマンド C。はい。で、これら全部選んだ状態で、シフト M をクリックし、シェープ形成ツール、こちらですね。シェープ形成ツールに切り替えます。選択している状態で、シェープ形成ツールにすると、このようにですね、クローズパスを作成できます。こことここのクローズパスを作ってつなげたい場合は、例えばこの箇所ですね。クリックし、下に動かして手をパッと離す。クリックし、下に動かして手をパッと離す。ここ、クローズパス、独立したクローズパスにしたい場合は、ここでクリック。同じく、こちらもクリック。ここもクリック。ここもクリックします。そして、不要なオブジェクトを選択し、デリートします。これで、ご覧ください。パスファインダーの分割みたいな感じになってます。でよく見ると不要なオブジェクトができてますね。ということは、とりあえずこのようにクリックしてコマンド3で非表示にします。でこの不要なパスを消します。デリートでコマンドオプション3で非表示から表示に切り替えて、でここに黒を入れると、これで線画の方は完了かな。ちょっとここ線太くします。こちらも線を太くしたいと思うんですけれども、ここで、コマンドシフト V かな、先ほどクリップボードにコピーした外側の線ですね、これがペーストできました。これで線幅を太くします。これで1ミリ線のメールのアイコンが完成しました。これ白黒ですね。さあこれをベースに色付きを作ります。ちょっと色をつけるだけなんで、ずらしてちょっと色を作ってみます。じゃあまずはこちらからオープンパスになっちゃってるので、これをクローズパスにしないと色をつけづらいということで、選んだ状態でシフト M を選びます。でこうやってクリックを入れていきます。これでクローズパスが出来上がります。シフト M はシェープ形成ツールですね。これすごいなと思います。ライブペイントいらないですね。あとこのシェーパーツールもいらないと思います。このシェープ形成ツールがあれば何でもできると思います。ここですね、ちょっとこれトゲみたいにこのようにはみ出している箇所がありますが、これはパスを選んで、こちらもですね一応選んだ方がいいですね。全部選んで、こちらから線幅、線ですね、線幅から丸型先端ラウンド結合を適用してください。するとこのようにケパケパした状態から解放されます。メントリーを行ったんですけれども、メントリーを行った場合の注意点なんですけれども、そのままだと、例えばですけど、このまま例えば拡大した場合は大丈夫なのか、大丈夫なんですけれども、縮小した場合にこういうことが起こります。
ここのその、面取りしている角度と縮小倍率でちょっとこのうまくこう整合が取れないっていうことがあります。拡大するときは大丈夫みたいですね。うん、問題ないですけど、縮小するときにこういう風になっちゃうとはみ出るっていう現象があるので、この丸で面取りしたやつとかはこれらはもう全部選んじゃって、オブジェクトシェイプ、シェイプを拡張をクリックします。縮小しても飛び出さないという状態になります。それでいてこの選んで A ダイレクト選択ツールに持ち替えた場合もしっかり面取りや角に戻したりすることも可能ですね。このように大変便利な機能です。複合シェイプをやった後なのでこのようにバラバラにできます。つまり色をつける面ができたってことです。じゃあこれらを全部選んで、で色をつけたいと思います。じゃあここにこんな感じかな、イエロー20の K10、 もっと濃くていいかな、20ぐらいかな。で塗り面に対してイエロー20ぐらいですかね。でこちらはちょっと工夫してここの中の塗り面を少し濃くしてみたいと思います。ここ10ぐらいかな、ここは5ぐらいで、こちらも同じくスポイトで吸い取って適用で5、ちょっと濃いめにしてみました。でこちらですね、もうすでにこのようにそれぞれオープンパスになっておりますので、外側の線をちょっと一応コピー切り取りでコマンド X でちょっと保存しておいて、で使う予定はないんですけどね、一応保険で。こちらも全部選んで線にイエロー20のブラックも20とスポイトで取っちゃいましょう。はい、ここですね、ここに対してイエロー入れ替えでイエローで、で線は塗りなしにしちゃって、でこちらは白黒でいっちゃいますか。15 10%ぐらいかな、 5% スポイト、15%、はい、こんな感じかな。これで完成になります。ということでイラストレーターでメールアイコンを作る方法解説でございました。